どうも、困った時は謝罪会見、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは代表監督の愚匠たち。代表監督、それは国を代表するチームを率いて壮絶なプレッシャーを背負って戦い、勝てば英雄と称えられ、負ければ国中からバッシングを浴びる修羅の道。短期間で一つのチームへとまとめ上げ、勝利をもたらす監督がいれば求心力を失い、チームの団結を破壊し、結果を残せない愚匠がいます。今回は代表チームで結果を残せなかった監督たちを紹介していきます。一人目はディエゴ・マラドーナ。現役時代は言わずと知れたサッカー史上最高峰の選手として、神の手ゴールや5人抜きドリブルなど様々な伝説を作ってきました。そんな伝説の男は2008年10月、バシーレ監督の後任としてろくに監督経験もないながら立候補し、母国アルゼンチンの代表監督に就任。しかし現役時代に様々な問題行動を起こしてきた男が、チームを率いる監督に向いているとはお世辞にも言えず、マラドーナの監督就任に関して国民の 74% は反対と厳しい意見が上がりました。そして国民の不安が形になって現れるかのように、希代の暴れん坊が率いる船は嵐の中を進んでいくこととなりました。2009年3月にはテレビの深夜番組でチームの中心選手であるリケルメのプレーに苦言を呈し、その発言に反応したリケルメが代表からの引退を表明する問題が勃発。そこからワールドカップ南米予選が始まると、ボリビア戦ではコーチの利を得た相手に手も足も出ず、スコア1対6で大敗し、ライバルであるブラジルにもホームで敗れ、アルゼンチンが長年継続してきたホームでの連続無敗記録が途切れるなど厳しい戦いが続きました。さらに南米予選最終節のウルグアイ戦を1対0で勝利し、予選4位でギリギリ本大会の出場権を獲得した際には、これまで数々の批判を浴びせてきたメディアに対して、女性の方々には失礼するが、あれでもしゃぶってろ、お前らは好きなだけしゃぶり続けてればいいんだよ、俺をコケにしやがったからな、と猥褻な言葉を使ってメディアを罵ると、代表監督ながら2ヶ月間のあらゆるサッカー活動の禁止と約220万円の罰金が下されました。そして迎えた2010年南アフリカワールドカップでは、メッシ頼みの戦術から脱却できずに、攻守分担型のスタイルは1930年代のサッカーとこき下ろされる始末。準々決勝のドイツ戦では試合開始早々に失点すると、劣勢に陥った時に策がないことを露呈し、0対4で惨敗し、大会から去ることとなりました。さらに勝敗を的中させることで一躍有名になったタコのパウル君が死亡した際には、ツイッターに、この予言タコ野郎、俺はお前が死んで嬉しいよ、ワールドカップで負けたのはお前のせいだと書き込むなど、奇抜な行動で紙面を賑わせ、2010年7月に解任されることとなりました。その後は2011年に世界の監督の給料トップ10の2位に入る年俸約13億円でアルワスルの監督に就任するも、12チーム中8位に終わり、1シーズンで監督解任。スーパースターとしてサッカー界に貢献してきた男は、いくつかのチームを渡り歩くも、結局監督として目立った実績を残すことができませんでした。2人目はジャンピエロ・ベントゥーラ。ユーロ2016で優勝候補のベルギー代表とスペイン代表に完勝し、ベスト8まで勝ち上がったイタリア代表は、コンテ監督の後任としてジャンピエロ・ベントゥーラ監督を招聘。ベントゥーラ監督はインシーニャ、ペロッティ、インモビレを共存できる 4-2-4 を採用するも、中盤は常に数的不利に陥って簡単に攻め込まれると、ロシアワールドカップ欧州予選で苦戦を強いられました。その後も戦術が機能せず、崖っぷちに追い込まれたイタリア代表は、スウェーデン代表とのプレーオフに回ることとなり、ベントゥーラ監督はスウェーデンとのプレーオフ第1戦で、これまで必要にこだわってきた 4-2-4 からシステムを 3-5-2 に変更。しかし背番号10を与えて攻撃の中心として起用していたインシーニャをベンチスタートにし、高さのあるスウェーデン相手にサイドからのクロス攻撃を連発し、攻撃の糸口すら見えず、敵地での一戦を全くいいところなく、スコア0対1で落としてしまいました。さらにインシーニャを途中出場で送り出す際に、本来の左ウィングではなくインサイドハーフに置くという、松坂牛のステーキをこんがり焼いて枕にして寝るかのごとく、いか
れた采配を披露すると選手たちからの信頼とリスペクトを失っていきました。そしてセカンドレグの直前にこのままではまずいと感じたベテラン選手たちが監督に戦術の変更を申し入れるもベントゥーラ監督はじゃあお前らで勝手にやれとふてくされ頑固者おじいちゃんになる始末。そしてセカンドレグではワールドカップ出場に2点が必要な状況にもかかわらずディフェンスに定評のあるデロッシにウォーミングアップを命じるとそのデロッシはふざけんな俺たちは引き分けじゃなくて勝たなきゃいけないんだぞとスタッフに激高し男気出場拒否。ガゼッタ・デッロ・スポルト紙によると本人は試合後アタッカーを入れるように頼んでいたんだ EC2 かエルシャラウィの方が俺よりも役に立つと思ったと打ち明けました。そして結局無得点のまま試合を終えると180分で1ゴールすら奪えずにイタリア代表は60年ぶりにワールドカップ出場を逃すこととなりました。この屈辱の敗戦にイタリア国内の反響は凄まじくイタリア紙がセカンドレグの指揮官採点にゼロをつけ11月15日、イタリアサッカー協会からベントゥーラの代表監督の解任が発表されました。そして2年後のユーロ2020に向けて新チームを任されたマンチーニ監督はロシアワールドカップを視察しブラジルを除いたらイタリアを上回るチームは見当たらない。イタリアをワールドカップで見られないのは残念だ。とイタリアの本来の力を信じるコメントを口にしました。そこからマンチーニ率いるイタリアはその言葉を証明するかのように31試合無敗の新記録を樹立し、2021年に開催されたユーロ2020では53年ぶりに優勝に導きました。一方ベントゥーラは2018年にシーズン途中ながらキエーボの指揮官に就任するも4試合で1分け3敗と負けがかさむと早くも本人がギブアップ。クラブ側は慰留したものの選手がすでにベントゥーラへの信頼を失っていたことからベントゥーラはもはや関係を続けられないと決断し辞任を申し出ました。この早すぎる辞任にキエーボのキャプテンペリシエは自身のインスタグラムで戦いなしには何も得られない、戦いなしに得たものは味がない、我々はゼロからスタートし今度はもっと強くなる、このチームを愛している者は悪いことがあったからといって離れることはできないんだ、ベントゥーラのようになってはいけない、勝つ時も負ける時も一緒だ、それがチームであるということだと怒りを隠すことなくベントゥーラを厳しく批判しました。そして2021年11月、ベントゥーラは監督業の引退を発表。私は引退することに決めた。もう現場の話はしたくありません。37年間のサッカー人生で多くの満足といくつかの失敗を経験し、引退する時が来たと思っている。最も残念だったのは熱売りで2018年ワールドカップの出場権を得られなかったことだよ。私はマンチーニの熱売りがワールドカップ出場を決めて優勝できるように祈っているよ。とイタリア代表にエールを送り、73歳の老将はピッチから退くことを決めました。3人目は高倉麻子。現役時代には女子サッカー日本代表として79試合で29得点を挙げるなど活躍し、ワールドカップやオリンピックを経験しました。そして引退後の2011年6月、女性では3人目となる JFA 公認 S 級コーチライセンスを取得すると、アンダー世代の女子サッカー日本代表の監督として活動し、アンダー17女子ワールドカップ優勝やアンダー20女子ワールドカップ3位に導き、AFC 女子年間最優秀監督に4年連続で選出されるなど結果を残してきました。そして2016年4月ワールドカップドイツ大会でなでしこを初の世界一に導き、15年のワールドカップカナダ大会でも準優勝を果たした前任者佐々木則夫の後任としてサッカー女子日本代表の監督に就任。就任にあたり高倉監督は、昔の南米スタイルじゃないが個性をぶつけ合いながらチームを作っていくことがベースにあるとチームのスタイルとして個々のうまさを前提とした連動性を高め相手を崩すサッカーを目標に掲げました。そして2019年に開催されたフランスワールドカップのメンバー発表でなでしこリーグ MVP に輝き、3シーズン連続得点王のフォワード田中美奈がまさかの落選、日本代表でも35試合に出場して14ゴール、年齢的にも旬であったストライカーの落選理由について高倉監督は、
3人4人がコンビネーションを作った時に鉄のディフェンス、大きな選手たちを翻弄する崩しができるのではないかと語り、この力よりもチームワークを強調しました。しかし痛恨のドローに終わったグループリーグ初戦のアルゼンチン戦後、高倉監督は相手がゴール前を固めてくる中で崩すアイディア、個人の力が足りなかったと、それなら田中を最初から選んでおけと言いたくなるような矛盾するコメントを残し、前回大会で準優勝に輝いたチームはベスト16で敗れ、4試合を戦い1勝1分け2敗、合計得点はわずか3点に終わりました。そして2021年東京オリンピック、2大会ぶりの金メダルを目指していたなでしこはベスト4をかけたスウェーデン戦で1対3で敗戦し、ベスト8で幕を閉じました。この大会でも高倉監督の采配にはチームとしての共通意識がなく、明確な守備戦術がない、5人まで認められている選手交代をなぜか一度も使い切らないなどなど疑問の声が上がり、女子日本代表の初代専任監督で現在は解説者を務める鈴木亮平氏は、交代させる選手の順番が違った点、リザーブに点を取り行くための選手がいなかった点、交代そのものが遅すぎた点でちょっと残念だったと高倉監督の采配に首をかしげました。そして高倉監督は就任以降66試合で一度も逆転勝ちはなく、世界ランク上位に勝ったのは3度だけという成績を残し、なでしこジャパンの監督を退任しました。退任にあたりオンラインで会見した高倉監督は、1戦目2戦目と思うような試合にならず結構批判を受けたなと思っているし、選手がそういうのを目にして自信勇気が抜かれていく様を見る中で、非常に難しい戦いだったなと思う、観客もいない中で誰にも応援されていないんじゃないかという感覚になったり、その中で勇気を振り絞って戦っていく難しさを感じたと、なんとなく歯切れの悪いコメントで批判が噴出したオリンピック期間中の苦しい胸の内を明かしました。というわけでいかがだったでしょうか。愚小の代表監督ということでね、いや皆さんコメント欄で教えていただいてありがとうございます。本当に助かりました。はい、いや本当にありがたいな、皆さんのおかげで動画が一本作れたみたいなもんなんで、本当はになれカンテラですわ。これからもよろしくお願いします。まだ具象監督、海外の人たちを特に募集してますのでよろしくお願いします。あと僕も具象にまつわる話なんかあったかなーと思ってさっき考えてたんですけど、ありました。はい、具象の話ありましたね。あれ僕が中学校1年生の時の話なんですけど、その時にいた英語教師、名前何にしようかな、吉田先生ということにしましょう。吉田先生、その先生のね、見た目がね、なんかね、こうずんぐりむっくりって言ったらいいのかな、なんかちょっとがたいいい感じで、で色が黒くて、で髪の毛がパンチパーマっていうね、もうとにかくいかつい、もうパッと見肩着のもんじゃないやろっていう見た目の先生がいて、などんな感じかな、なんかワリオと梅宮達夫を足してそのまま2で割らないみたいな、ちょっとなかなか独特なパンチある見た目してたんですけど、その先生がね、まあとりあえず中1の1学期担当だったんですけど、まあ最初あの ABCD とアルファベットを Z まで習っていくんですけどね、それがねまあ進まない。はい、なぜかというと、その先生なんかね、俺は日本で7人しか持ってない英語の資格を持ってるとか、なんかシルクロードをバイクで横断したことがある、なんかその話が新聞に一回載ってたけど、あれは俺のパクリだと、俺の話をそのままパクったっていう話をずっとしてるんですよ。はい、もう言葉選ばずに言うと、まあ嘘ですよね。はい、嘘の話をずっと中学生になった僕らにもかましまくってて、で1ヶ月ぐらい授業あったんですけど、マジでアルファベットのH ぐらいまでしか進んでなくて、でもそろそろこいつやばいなって中1ながらちょっとみんな気づき始めてた頃に、その先生がねなんか病気がちで休み始めたんですよ。でどうしたんだろうと思って聞いたところによると、病気で休んでるってことになってたんですけど、昼間にあのパチンコ売ってる姿を保護者に目撃されて、それが学校に通報が行ってそのままいなくなるというね。はい、あれは愚小でしたね。愚小というより、なんだろう、僕多分ですけど、あいつ教員免許持ってないモグリ
潜り英語教師だったと僕は思ってます。なので皆さんも怪しい英語教師には気をつけてください。というわけで、ここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。他の代表監督の愚痴も教えてください。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。絶対潜りやな。